伊吹山テレビをご覧の皆さん、こんにちは。上下水道課から漏水の通報についてのお願いです。道路上で水が噴き出ていたり、雨が降っていないのにいつも水たまりができているような場合、それは地下に埋設されている水道管からの水漏れが原因かもしれません。米原市では普段より漏水調査等を実施しておりますが、漏水の早期発見のためには皆様のご協力が不可欠です。漏水かなと思ったら米原市上下水道課までご連絡お願いします。それでは今週の伊吹山テレビはご覧のラインナップでお届けします。まずはウィークリートピックスのコーナーです。大野木にあるビッグブレスを会場に地域活性化イベントザ・米原が開催されました。10月14日大野木のビッグブレスを会場に県の支援を受け、イベントザ・米原が開催されました。このイベントは米原市の魅力を発信し、多くの人が出会い交流することを目的に米原5000人との出会い実行委員会が行うもので、今回初めての開催となります。イベントは10月14日と15日、11月4日と5日の全4日間行われ、この日は第1章となる発信をキーワードに、伊吹高校書道部の起動展示や蛍太鼓保存会による太鼓演奏などが行われました。その他、近江高校吹奏楽部総勢82名が今話題の J-POP などを披露し、会場は大いに盛り上がりを見せていました。最後には米原市長浜市で活動しているよさこいチームの華麗なパフォーマンスが行われ、訪れた人たちには爽やかな秋空の下、改めて米原の魅力に触れる一日となりました。11月4日と5日に行われるイベント後半でも、サッカーやホッケーなどのスポーツ選手との交流会や、夜空に願いを込めて打ち上げるスカイランタンイベントなど、楽しい催しが盛りだくさんですので、ぜひお越しください。伊吹第一グラウンドで様々なスポーツを体験できるイベント、ジョイスポパークが開催されました。10月15日伊吹第一グラウンドを会場に、さまざまなスポーツ体験が楽しめるイベント、ジョイスポパークが開催されました。このイベントは、私が輝く国スポ、小スポ2025の開催に向けて、機運を高めるとともに、スポーツの楽しさや面白さを広く知ってもらおうと、国スポ、小スポ、米原市実行委員会が開催したものです。会場には体験コーナー、見るコーナー、食べるコーナーの3つのコーナーが設けられ、多くの来場者でにぎわいを見せていました。このうちさまざまなスポーツが楽しめる体験コーナーでは、ホッケー、グラウンドゴルフ、ストラックアウトなど11の種目が用意され、家族や友達と一緒に楽しんでいました。また見るコーナーでは、手話シンガーソングライターのよっこさんによる手話ソングや、フォークを代表する中高生ダンサーグループダイバーシティによるダンスパフォーマンス、世界的ブレイクダンサータイスケさんによるダンスや実技指導が行われ、会場は大いに盛り上がりを見せていました。驚かないですね。前に体がぐん
その他、食べるコーナーではハンバーガーやポテトフライなどのキッチンカーが軒を連ね、多くの来場者が列を作っていました。訪れた人たちはスポーツの面白さや国スポ、小スポへの盛り上がりを感じながら、秋の過ごしやすいひとときを楽しんでいる様子でした。柏原中学校で世界的なブレイクダンサー大輔さんを招いてダンス体験会が行われました。10月16日、柏原中学校で来年のパリ五輪からブレイキンとして正式種目となるブレイクダンスの体験会が開かれました。これは生徒たちにダンスのカルチャーを知ってもらい、地域の活性化を図ることを目的として開催されたものです。体験会には中学校全校生徒のほか、柏原小学校の5、6年生も参加し、国内外で活躍するブレイクダンサーの大輔さんを講師に招いて、ダンス体験や講演会などが行われました。なんだけど、釣りを始めたのは、ブレイクダンスは1970年代にニューヨークの若者たちによって発展したストリートダンスが原点とされており、今ではヒップホップ三大要素の一つとして多くの人に親しまれています。はじめに大輔さんと吹奏楽部によるコラボ演奏が行われ、ブレイクダンス用にアレンジされた楽曲に合わせてダイナミックなダンスが披露されました。続いてダンス体験が行われ、子どもたちは基本となるフットワークやリズムに合わせた体の動きを学び、初めてのブレイクダンスに全力で挑戦していました。体験会の最後には、来年度柏原中学校にダンス部を作るといったサプライズ発表もあり、生徒たちからは歓声が上がっていました。姿勢ウォッチのコーナーです。鹿の食害が深刻化している伊吹山で、土砂対策や植生回復のための試験施工が実施されました。10月16日、拉致化した伊吹山の再生に向け、ドローンを用いた土砂対策施工資材の運搬が行われました。これは10月18日に実施された土砂流出防止対策の試験施工の準備として、車両での資材運搬ができない5合目から7合目間をドローンを用いて空輸したものです。この日は、伊吹山の植生回復などについて連携協定を結んでいる滋賀特機株式会社の協力のもと、土のうやアンカー、植生マットなどの工事資材合わせておよそ350kgを32回に分けて運搬しました。ドローンは5合目から7合目までをおよそ5分半で往復でき、人の手で運搬するより迅速かつ安全に資材の運搬ができるため、今後の伊吹山の植生回復に向けた活動のため、市でも導入を予定しています。視察に訪れた平尾市長は、伊吹山の現状を見て、このような事態は初めてだ、責任を持って回復に努め、可能性があることはどんどんチャレンジしていきたいと改めて決意を固めました。今回の試験施工では3種類の土のうが設置され、今後の降雨や降雪、また植生の変化などを長期的に観察しながら有効な手段を探っていきます。市では鹿の捕獲などの獣害対策も進めながら、引き続き伊吹山の再生に取り組んでいきます。それではここでワンポイント手話のコーナーです。今週は
ちょっと相談所編です。やあ、ワンポイント手話のコーナーです。今日のテーマはちょっと相談所です。高齢化が進む今、認知症は身近な話題です。米原市では介護サービス事業所など18カ所でちょっと相談所認知症カフェを開催しています。いつでも予約なしで専門家に相談できます。こんにちは。ちょっと相談所にご用ですか？ごめんなさい、手話わからないんです。もしこの職員さんが手話を少し知っていたらどのように変わるでしょうか？こんにちは。ちょっと相談所にご用ですか？相談したいのですが、予約は必要ですか？予約なしで相談できますよ。わかりました。困っている人がいるので、一緒に来ます。無料なので、遠慮なく来てください。少しの手話でうまくコミュニケーションできましたね。皆さんも簡単な手話を覚えてみましょう。相談、予約いらない、一緒、無料、遠慮なく。皆さん、手話を覚えてくださいね。続いて、大見学び合いステーションから秋のイベント情報のコーナーです。皆さん、こんにちは。大見学び合いステーションの池田です。大見学び合いステーションからはこの秋ホットなイベント情報についてお届けいたします。一つ目にご紹介させていただくのは11月3日に開催予定のイベント、めぐり市です。本年で第4回目となる今回は、フード、物販、ワークショップなど各種ブースに加えて、シュラフ畳競争やスタンプラリーなど盛りだくさんの内容を予定しております。さらに出演ゲストには、昨年大人気だったスタチューパフォーマーに加えて、今回はスペシャルゲストを予定しておりますので、お楽しみに。まためぐり市に合わせまして、11月3日から12日の9日間にわたり大見作品展を開催いたします。大見地域の子ども園・保育園の園児や小中学校・児童・生徒による絵画や書、さらには一般出展者のオリジナル作品など数々の力作を展示予定ですので、ぜひお越しください。大見学び合いステーションに新たな仲間がやってきました。タイの街中で移動手段として有名な三輪自動車のトゥクトゥクです。目を引く可愛いレトロな見た目に加えて、行動も自由に走れます。今後は学び合いステーションのイベントなどに活用予定です。お披露目をお楽しみに。当館では人と物が巡り合い、新たな関係を築き、市民の皆様にとってより利活用しやすい施設となるよう、様々な取り組みを計画しております。
最新情報はご覧の各 SNS で随時更新中ですので、お気軽にフォローお願いします。地域のまちづくりの拠点となるこの近江学び合いステーションをぜひご活用ください。皆様のご来館お待ちしております。市内で頑張る若者を応援する番組、マイバラチェンジャーのコーナーです。今週はパラ陸上競技に挑戦する若きアスリートをご紹介します。それでは VTR をどうぞ。人口は減り、都会を目指し、ふるさとを離れる人もいる中で、マイバラで夢を持ち、頑張る若者がいる。そうした町の未来を担う若者にスポットを当て応援する番組、マイバラの未来を変える若者たちをマイバラチェンジャーと呼び、その思いに迫る。今回のマイバラチェンジャーはパラ陸上選手として中距離種目に挑戦している澤舞子さん、32歳。澤さんは軽度の知的障害があり、ホテルの従業員として働く傍ら、パラ陸上競技に挑戦するアスリートとして日々練習を重ねている。真面目な性格の澤さんは、自分の力を精一杯発揮したいと、仕事もスポーツも手を抜かず、目の前のことに全力で取り組んでいる。陸上は14歳くらいの時に始めました。走ることが得意で、脚力について褒められることもあったので、やってみようと思いました。800メートルや1500メートルなどの中距離が得意です。中学生や高校生の時に出場した大会でも1位入賞や大会記録の更新など、いい成績を残せています。ホテルの従業員をしています。客室担当で清掃やベッドメイクなど、他の従業員とも協力しながら頑張っています。普段は家の近くでランニングをしたり、筋力トレーニングなどをしています。中長距離の後半での体力維持するため、基礎体力の向上を重視して頑張っています。仕事に影響が出てしまうため、練習で足首などを痛めないように気をつけています。澤さんは中学3年生の時に全国障害者スポーツ大会に初出場し、これまで数々の大会で優秀な成績を残している。そんな澤さんに大切にしていることや今後の目標について聞いてみた。仕事でお世話になっている人や、いつも支えてくれる家族があるからこそ、今のやりたいことに打ち込める環境があると思っています。皆さんへの感謝の気持ちを忘れないようにしたいです。まずは、2024年の小スポ佐賀大会の候補を目指したいです。大会選考を突破できたら、本番でメダルを取れるように頑張りたいです。2025年には滋賀で国スポ小スポが開催されるので、一緒に大会を盛り上げていきましょう。地元での大会は特別だと思うので、支えてくれる皆さんへの感謝を忘れずにメダルを目指したいと思います。最後に、これからパラ陸上競技に挑戦しようとする人たちへのメッセージを聞いた。パラスポーツは誰でも楽しむことができるスポーツです。これからの未来へ向かって頑張ってほしいです。米原の未来を変える若者たち、誰もが町の未来を変える可能性を持っている。次はあなたが米原チェンジャー。市では現在、これからの街づくりに市民の皆さんの意見を反映するため、このようなパネルを各庁舎や図書館などに設置しています。皆さんの米原への思いやご提案をぜひお聞かせください。